皆さんこんにちは。今回はアセットコルサのもっと見つけるためのサイトを紹介します。前提としてネット上からファイルをダウンロードするのでウイルス被害などのリスクは絶対にないとは言い切れません。かつもっとデータは容量の大きいものが多いためウイルススキャンできないものもあります。十分理解し注意して使いましょう。しかし善意でモッドを無料配布してくださる方も多数いるため、そのような方には感謝の気持ちを忘れることなく使用しましょう。まず最初に紹介するのはレースデパートメントというサイトです。サイトの名前の通りレースゲームモッドデパートです。一番大きいモッドダウンロードサイトだと思います。シム用品などいろんなレース関係のニュースもあります。ダウンロード方法はまずは無料会員登録が必要なので登録してください。会員登録完了しましたら上のダウンロードをクリック。このページでは全てのゲームのモッドが表示されます。カテゴリーでアセットコルサを選択します。今回はその他の項目を選択していきます。 PT フィルターなど環境系のモッドが多い項目だと思います。私がいつも使用している方法はフィルターをクリック。並び替えをダウンロード数の多い順にして閲覧してます。ダウンロード多い順にできました。やはりソルが一番のようです。ソルのページに飛びます。会員登録していればダウンロードできます。レースデパートメントは以上になります。ちなみに海外サイトですので全て英語です。私は日本語翻訳して利用しています。次は突撃アセットコルサです。こちら日本語サイトになりますのでとても見やすいです。車モッドの検索もメーカー別に分けられており検索しやすいです。このような表示で国ごとに分けられています。今回はトヨタ AE86 を選択していきます。このようにメーカー車種別で表示されるため本当に良いサイトです。ダウンロードは誰でもできます。欠点としてはたまにダウンロードリンクが切れていたりするためダウンロードすることができないものもあります。絶対に文句を言わないようにしましょう。最後はディスコードです。いろんなサーバーがありそこでしかダウンロードできないモッドもあります。アセットコルサで有名なシトコウモッドもディスコードでのダウンロードです。アセットコルサのいろんな情報が飛び交っているので情報収集にも役立ちます。アセットコルをプレイするなら会員登録しておいて損はありません。ぜひ登録しましょう。各サーバーにダウンロードリンク貼られている場所があるので探してダウンロードしましょう。ディスコードでダウンロードする注意としては誰でも書き込める場所に貼られたダウンロードリンクなどは中には悪質なものもあるようですので慎重に操作しましょう。他にもダウンロードサイトはございます。あくまで私がよく使用し使いやすいものを紹介しました。このサイトを使えればある程度のモッドは揃うかと思います。ぜひお試しください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。